皆さんこんにちは、しずかです。昨日のモニタリングを見てくれた皆さんありがとうございました。初のテレビということでね、まだちょっと興奮してます。でこの話、放送日をもらったのが日曜日だったんですよ。で日月火水木ってもう5日間ずっと緊張してて、今もまだ興奮冷めやらぬっていうね感じです。本当今回もたくさんの人にメッセージをいただいて、もう本当リアルな友達とか、もう本当高校時代の友達も全然連絡取ってない友達とかも見たよってこう、ね、メッセージもらったり、あと仙台時代の歌の先生2人いるんですけど、1人の先生はもう自慢の生徒ですってね言ってくれたり、もう1人の先生はね緊張しないコツがあるよみたいな教えてくれたりして、もう本当嬉しかった。また違う友達にはね、もう自慢の友達だよって言ってもらえてね、本当に私も本当ポンコツな人生だったので、もう本当すっごい嬉しかった。そしてもう何よりもやっぱ日頃から私のこの活動を応援してくれてるみんなのこのコメントが、まず前回の YouTube のコメントがもうすごいね、今までで一番だったし、もうたくさんいろんな SNS にたくさんもうコメントもらって、もう本当に嬉しいです。ありがとうございました。本当にもうまだなんか嬉しくてっていうね、夢見心地みたいな感じなんですけど、本当に心配で、もう どういう尺なんだろうって、本当何秒とかなのかなって、もしかしてあんなに宣伝したのに何秒とかだったらちょっとみんなにがっかりさせちゃうかなとか、あと写りどうだろうってすごい心配で、普段ほら写真アプリでこう写真撮ってるからもうちょっと写りとかも心配で、すごい不安だったんだけど、もうすごい尺も長めにしてもらって、ちゃんと採点行くまでにCM 挟んでもらったりとか、もうほんとすごい、もう編集も素晴らしくって、もう本当にもうテレビデビューとしてはもう本当に満足な感じでした。もうでただね、ちょっと残念だなと思うことがあって、なんかメッセージをいただいたんですけど、これってどこかから依頼されたんでしょってって思って、なんか確かに仕掛け人の人とかもいたじゃないですか。仕掛け人の人とその仕掛けられる人みたいな、でそういうのはあったのかもしれないですけど、私はその日にその放送でも言ってたように、日の出茶屋さんっていうお寿司屋さんにこういうボックスあるよっていうのを聞いて、でその日実はちょっと体調悪いような感じだったんだけど、そのボックスあるよって聞いた瞬間めっちゃ元気になって、でも速攻見に行ったら、なんかまだ設営してたんですよ。でもいろいろ隠して設営してたから、なんかスタッフの人とかにも話しかけづらいなと思って、で一回ちょっととりあえずカラオケに練習しに行ったんですね。そして歌おうかなと思ってる曲歌ったら点が出なかったから、やばいと思って、で急遽浜崎あゆみさんのヘブンという曲に変えたんですけど、もうでもあゆ大好きなので、ヘブンという曲もすごい本当大好きで、大好きなんだけど、ただまさかあの曲が私の今の一番になるとはちょっと思ってもなかったんですけど、それ以来今ちょっと一番なんですけどそうで、まあそういう感じでね、もうその当日に行って、まあカラオケ練習しに行って、それでもう行ったっていう感じだったから、なんかそういう風にね、もしかしたらやらせでしょみたいな思ってる人いるのかな、いたらもう他にもいるのかなと思って、いたらもう本当ショックだ、悲しいわと思って、もうこれだけはちょっと言っておきたい。もうこれは本当に私当日にもう自分のスケジュールを全部キャンセルして行ったんですよ。もう日頃からやっぱりそのアンテナあるから、こういう活動しててもう本当にね、日頃からもう露出したいっていうのがあって、でもう今回そういうのあるよって言われたから、もう速攻行ったんで、でそれはその日の出茶屋さんっていうお寿司屋さんもすごい頑張ってるお寿司屋さんなんですよ。で私が日頃から音楽活動してるのも見てくれてるから、だからやっぱりね、ちょっとそういうところがね多分通じ合ってるんですよ。自分が頑張ってるって言っちゃちょっとどうかなって私思うんだけど、でも日の出茶屋さんも本当にすごい頑張ってるお寿司屋さんで、そうだからね、引き寄せたって感じかなと思いますよ。本当にね、ずっとだって信じてやってきてるんだもん。本当に夢だと思ってきてるしね。そうで、
それで、これをきっかけにちょっと一つ、まだみんなに話してないことがあったんだけど、まあ、この放送されたからちょうどいいタイミングだなと思って、話そうと思ってることがあったんですけどね。1月の20日にショールームを卒業して、で、その次の日から実はもう次の目標に向かって頑張ってるんですけど、それは何かというと、カラオケの番組ってあるじゃないですか。カラオケの番組あるんですけど、いろいろあるんだけどね。そのカラオケの番組に出るっていうことを実は目標に今練習してきていて、で、そのモニタリング のロケの日は AI っていう機械だったんですけど、でそのモニタリング行くまでカラオケの機械を、デラックス G っていう1個前のカラオケの機械で練習してたんですね、ずっと、ね、なんだけど今はもう AI なんだと思って、もうそれ以来 AI でもう切り替えて練習してるんですけども、でそういうことで今ね、とにかくちょっとまたそのカラオケの番組に出ることを目標に頑張ってるんです。で、ちゃんと毎年やりたいことリストっていうのを書いてて、ちゃんとしっかりねカラオケ番組に出るって、今年も1月1日にちゃんとしっかり書いてます。でそれにもう向かってるので、向かって頑張ってる中で今回こういうチャンスがあったから、もうこれはもうこのチャンスを逃すわけにはいかないということで駆けつけたっていう感じです。なので今もうみんな何してんだろう、普段って私のことを思ってたかもしれないけど、私は私でちゃんと自分の目標を持ってやってきています。で、ただね、ほら番組出ますってもう言っちゃって、出れなかったら恥ずかしいから言わなかったんですよ。ただ自分の中ではちゃんと、心の中ではちゃんと思ってて、今回でも話せるきっかけだなと思ったので話しましたですね。で、ぜひTVerがまだ1週間、次のモニタリングが15日なので、15日まではまだ TVer 見ることができるので、ぜひまだの方、ぜひ見てください。もう本当に今回、もうとにかく、もう本当にみんなからの、もうなんかみんなの、なんか、みんなのおめでとうっていうのがもう本当伝わってきて、本当にもう、本当に嬉しかったです。もう。ね、これがだからもうテレビデビューとしてはもうすごくいい感じだったかなって思います。ただね、名前がね一般の人っていう感じで、ちょっと私のこの日々の活動まで結びつけることができなかったのは残念なんですけど、でもやっぱ私のこと知ってくれてるみんなにちゃんとテレビで見てもらうことができたので、もう本当に嬉しいです。ということで、これからも頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとう。みんな見てくれてありがとう。伊勢崎町のあゆでした。バイバーイ。